ヒストリアクロス、時代と時代が交差する道だよ。じゃあナイルはここを通って未来からやってきたんだ。正解、時を飛び越えてきたってわけ。セラにもできるよ。ヒストリアクロスとチュートリアル。オッケー。あ、飛ばしちゃった。ファルシの復活か、人の手による再興か。人々が選んだのは科学の力だった。政府に代わって実権を握った臨時政府は研究機関アカデミーを設立。失われた技術を古代の遺跡に求めた。調査エリアの一つ、ビルジ湖畔。遺跡から出土したのは未知の巨大兵器だった。なるほど。未来へと進んでいるつもりで過去にぶつかってしまうことがある。もう取り返しのつかない過去を見つめるとき、心は苦い後悔に染まる。エピソード2。セラ、お前はここで自らの過去に出会うだろう。お前は過去をどう受け止める？出た。これがタイムマシーンか。あ、ココーンの中。ここ確実。ほら空、上にも地面が見えるでしょ。納得。ココーンの中ってこうなってたのか。そっか、来るのは初めてだっけ。うん。うわ、なんか巨大な手が。あぶねえ、あぶねえよ。いきなりお前何者だ。めっちゃでかいよお前。本体は見えにくいぞ。本体はなんだ。握手じゃないよな。いきなりバトルとか。うわあ、はははは。あんな巨大なものでやられたら吹っ飛ぶよな。格好がすごいよ、格好が。手と戦えっていうのをいきなり手と戦えと。なんだ、なになに。オッケー、素早く倒すって言ってもその方法は何なんだ。全然減らないよ。全然減らないんですけど。
おー危ない。この繰り返しかもしかして。やつはブレーキしそうにないぞ。おい、なになになに、はい、こういうの嫌だ、俺こういうの嫌だ。ブレイクした。頭狙ったよ。やつはセルス迷彩か。あー違う、反セルス迷彩。よし、ヘリが良くなった、ヘリが良くなった。いけ、もうちょいもうちょいもうちょい、あと一撃。よし、手はやったぞ。なんか来たー撃て。やりました。ふう。お疲れさん。終わった。おお。あ、軍隊だ。いいのか。味方なのかわからん。味方かどうかもわからんぞ。侵入者に告ぐ。直ちに投降せよ。クポ。捕まっちゃった。キャンプに移動する。来い。捕まってます。迷い込んだ市民のようだが、見えない巨人トロフィーが起動した現場にいたんだ。パラドクスとの関係が疑われる。パラドクスを起こしてる犯人ってことか。口を割らせるさ。何でもいいからアトラスの情報が欲しい。見えない巨人アトラス発生事件の参考人として拘束する。キャンプで取り調べだ。おとなしくしろよ。犯罪者扱いだな。でも誤解なら解けばいい。熱意、誠意、真心、笑顔、手段は何でもあるからな。どうした？この場所はなんか理由があるのか。ゲートはあちこちに出現してるんだろうな。バルハラへはすぐにはたどり着けないってことか。